ヘレさんから竹灰をプレゼントしていただきましたちょうど私も竹灰を欲しくてまあ探していたとこだったので思いがけないプレゼントで、まあ、とても嬉しかったです本当にありがとうございましたえっとせっかくなのでこう竹灰と今まで使ってた練灰をこの並べて今遊んでいます手前が竹灰奥が練灰と 時代的に言うと竹灰の方が古い練灰はまあ現在進行形と比較的新しい、まあ、竹灰は自体もちょっと一昔昭和チック、レトロジャンキやマージャン放浪期に出てくるような自体です、まあ、練灰はオーソドックスな今どきの一般的な練灰です 私にこの練範囲が手元に来てから15年ぐらい経つんで、まあ、私の手元に来て15年っていうことはまあ少なくとも15年か20年前のものだとは思うんですが竹範囲になるともっと昔のものと結構年季入っていてなんか趣があって今どきじゃない感じがかなりかっこいいですね。 竹灰のこの字体は私好きで、えー、と特にこう今時のものは、まあ、見やすくと灰いっぱいを使って文字が書いていたりするんですがこの字体っていうのは灰の真ん中にこじんまりとこうある感じが個人的にポイントが高くて特に初と中中 んもいいですね。Q1 もいい。数ピンあたりもいいですね。この Q1 の羽が大きい感じ。上まで来ちゃってる感じ。または数ピンとウーピンのこの真ん中に寄ってる感じ。窮屈そうに真ん中に絵柄が寄ってる感じとか。あとんの。 この丸みとか、今時のの難は絶対こうかっちりしてるんですがこの自体だと難がこうちょっと丸みがあるんですねこれが個人的にいいなとあと初もなんか真ん中に中央にこうこぢんまりと複雑なものが寄ってる感じがものすごいいいですねあと今時のチューンっていうのはこう 習字で書くような、あ習書道で書くようなカ、クカクした左右非対称、アシンメトリーなチューンなんですが、昔のチューンというのはこう真ん中にこじんまりと寄って、左右対称な感じ。これがなんか、並べたときにいいなと、個人的に思います。まあ、勝手な個人的なこだわりなので、 あのまあ、別に同意していただけなくてもまあまあいいんですけど結構初めて竹灰っていうのを触ってみて全く別物だなとまず触り心地がまず違うこちらは形が一つ一つ違うとまでは言いませんが ま、えっす、と、ぐなように見えてまっすぐじゃないんですよねこちらはまっすぐですこう灰があると練り灰なんですがぴったりくっついていますまっすぐですこの横はまっすぐです上もまっすぐですただ竹灰は まあ、あの一見分からないんですがここが丸みを帯びてるんですよ、ね、こういう感じになってるんですなのでくっつけるとまあ,あの2個だけだとそうでもないですけど若干こう本当にくっついてるのは中央の1点だけとまた あらゆるところに丸みがあるんでこの灰の上も平らじゃなくてこう丸くなってるんですねなのでこうのせた時にのせた時に若干こう本当に触れてるのは中央の部分だけとまた練り灰の場合はこう 素材がまずちょっっとプラスチックっぽくて、こう指が指の油とか水分で滑らせることができるんですが竹灰はなんだろうまあ木,木というか木の素材というか石膏の素材というか指が滑らないんですよね。思いっきり力入れても滑らない。 なので,もうイができないまあちょっとコツを覚えると少しこうできますけど基本滑んないですね。まあ、こんなちょっと触っあれこれ触ってみてちょっと遊んでいるところです。まあ、さっき言った練りハイの場合はここぴったりくっついてるんでこういうこういう動きが簡単です。 こういう動きが簡単です。それに比べて竹葉はあの練葉は全部全部がぴったりくっついてるんで動かないのに対して竹葉はくっついているように見えて実際くっついているのは本当に一点点でしかくっついてないので。あちょっと 結構くねくね曲がります。こういうふうにくね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 回ってこう今までのか練り範囲の感覚で立てると立ちませんこれ意外と扱い難しくてあのまだ慣れてないので相当慣れが必要だなと練り範囲だと綺麗に倒れるのに竹範囲だと一つ一つが個別に 連立してない練り範いだと当たり前にできる動きができないですやっぱりここがこの横ですねこう表面が全部くっついているわけじゃなくてそれぞれ一点点でくっついてる感じなので。 うまくうまくこの力点支点っていうんですか本当にピンポイントに力を入れて倒さないときれいに倒れないまた横も扇形なのでこういうふうにくね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 、ま、曲がるとこれも実際触ってみて初めて思いましたあとはさっき言った扇形なので ちょっと分かりづらいんですが背中が扇形になっているので練り牌みたいに練り牌のように背中が真っ,たい,ろ、ま、ったいらというわけではないと。 こっちは扇形なんでなかなかこの練り牌でやっている当たり前の動きこれも難しいですなので一人麻雀を竹ケハイでやってみたりいろいろこう竹ケハイの扱い方っていうのもあると思うんでこっちは相当なれが必要だなと全くこの立てる仕草もちょっと 苦戦してますでこうこうやって倒すと楽なんですけどこのいわゆる普通の倒し方これもちょっと難しい感じです。まあちょっと全、ま、く余談になりましたけど竹ケハエを頂い,いて、まあ、練りハイとこう比べてみて。 全く別素材も違えば絵柄も違うまあ面白いもんだなと、まあ、私はずっとこっちしか使ってなかったもので比べるっていう機会もなかったもんで面白いなとよくこんな感じで竹灰ですね 印ナミであればこの竹の目を読むらしいんですがまあまあ無理ですねただ一個一個色違うんで面白いですね一個一個色違うんでまあ綺麗だなとまあ練り杯もいいんですけど印ナミだと指紋が見えるらしいんですがまあ見えない まあこんな感じでちょっと竹灰の紹介といろいろ一人麻雀とか何か灰を触ることに竹灰を使ってみて見てる人も「お今日は練り灰だ」と「おお今日は竹灰だ」お「お今日は練り灰のピンク色だ」とかいろいろまあちょっとした楽しみが作れたらいいなと。 まあ一人おがりの考えですけど、そんなことも思ってたりします。えっと繰り返しますが、竹拝のえっとプレゼントありがとうございました。いろいろ使わせていただきます。今日は竹灰と練り拝を比べていろいろ語ってみました。どうもありがとうございました。